今日から40歳からの早引き2021というのをやりたいと思います。去年40歳からの早引きというシリーズを出させてもらいました。お寄せいただいた意見やですね、ここが良かったとかっていう部分もですね、まとめながら2021という形で全3回でお送りしようと思っています。今日は練習の前提っていうのをお伝えしたいと思います。練習の前提をですね、3ポイントに分けたいと思います。ここにハマってですね、練習していただけたらいい結果が得られるんじゃないかなと思います。はい、こんにちは、バットマンです。僕は国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、駆け込みギターラボといってですね、ギター専用のオンラインサロンを運営しております。正しい練習方法にお悩みの方やですね、やってもやってもどうも伸びんなと思ってる方はですね、順番が間違ってる可能性がありますね。練習順番ってすごい大事なんですよ。というわけでですね、そこら辺でお悩みの方はぜひ、概要欄の方からご覧ください。というわけでですね、今日は何をやっていこうかという話ですけども、40歳からの早引き2021年版やっていきたいと思います。どうもよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日から40歳からの早引き2021というのをやりたいと思います。実はですね、2020というのがありまして、去年40歳からの早引きというシリーズを出させてもらいました。それでですね、もう大反響がありまして、かなりの大人が早引きができるようになったという事実があります。で、その中でもですね、やはりいろんな、まあサロンの中でもそうですし、 YouTube の中でもそうですけども、いろんな補足を僕の方から出したわけですよ。そういう部分もね、含めたり、皆さんからの反響でですね、お寄せいただいた意見やですね、ここが良かったとかっていう部分もですね、まとめながら2021という形で全3回でお送りしようと思っています。なのでですね、今後も見逃さないようにぜひチェックの方をお願いします。今日はですね、早引きをするための大前提っていうところをやっていきたいと思います。まあ、ちょっとお話中心になってしまいますが、ぜひ見ていただきたい、早引きしたいっていう方ぜひ見ていただきたいなと思いますね。例えばですね、100メートル走をやりたい人がいます。その方がですね、裸足でアスファルトの上を走っていたら、それ練習になりますか？なりませんよね。それだと早くなりようもないし、怪我もしてしまうというわけでですね、やはりこの準備段階というのが全てにおいて大事だと思ってます。僕は準備が 90%、 本当に実技は 10% だと思ってます。はい。なので準備を確実にやっていきましょう。その、まあ、裸足で、走ってしまわなくてもいいようにですね、僕らにとっては、まあ、ギターのセッティングとかですね、大前提として何を考えなければいけないか、なぜつまずいてしまうかっていうところをですね、まあ、ちょっと話していきたいなと今日は思います。なのでこれからですね、早引きを短時間で取得したいという人はですね、ぜひこの早引きの方法にですね、ハマって、今月1ヶ月ぐらいはですね、怒涛のように練習してみてはいかがでしょうね。ハマるってね、すごい大事です。はい、ぜひやってみてください。というわけでですね、今日は練習の前提っていうのをお伝えしたいと思います。練習の前提をですね、3ポイントに分けたいと思います。まず一つはですね、早引きをするための準備、もう楽器とかの準備ですね、それと練習方法、これは忘れやすいと思うので、ぜひこの動画に戻ってきてですね、何度も見返してもらいたいなと思うんですけども、そしてですね、3つ目はですね、陥りがちな嘘っていうところをやっていきたいと思います。はい、まずはですね、まあ、セッティングですね。セッティング、はい。で、様々、皆さんが好きなギタリストとかいたりとか、その人たちのインタビュー読んだりとか、いろいろあると思います。でもですね、やはりこういろいろやってみました、いろいろ試してみましたけども、一番簡単とか、一番まあ手に入りやすいとか、一番やりやすいっていうのとかをいろいろ考えますと、まず弦は09か10、一番手に取りやすくって、しかもですね、ダダリオ以上ぐらいの品質がないとダメですね。やはり安い、弦はですね、なかなかね、ピックアップで音が取れなかったりっていう事実があるようです。あとは品質が悪くてとか、例えばですね、3弦が入ってなくて2弦が2本入ってて、なんか3弦だけ緩いなみたいなことがあったりするわけですよ。なのでまだギター弾き始めて間もない方とかですね、そういうちょっとしたトラップに気づかない場合があって、なんか3弦だけベロベロなんだけど、まあこんなもんかなと思って練習してうまくいかないなんつって、結構ね、
時間の無駄、お金の無駄って結構あるので、まあそうですね、ダダリオ500円以上の弦を必ず買っていただけるようにして練習していただけたらいいんじゃないかなと思います。そして次は弦高なんですけども、弦高もですね、しっかりと楽器屋さんなんかに行ってですね、ネックを、まっすぐからほんのちょっと順反りぐらいまでにしてもらって、ほんのちょっとですよ、ほんのちょっと順反りにしてもらって、高さはですね17フレット上で弦の底側ね、底側とフレットの頭の間がですね2ミリ前後、まあ1.7 から2.12 ミリぐらいまでにしてもらえれば、で揃えてもらえれば弾きやすくなると思いますんで、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、それでですね、次はピックなんですけど、ピックはですねミディアムのピックを使ってください。まずはで、硬いピックとか様々あるんですけど、硬いピックってこう持ってこう弾こうとした時にピックが柔らかくふにゃっと曲がらないので、振り抜く時に自分のこのつまみ加減で柔らかくしなきゃいけないわけですよ。で、柔らかくすると、指からピックが離れてしまうので回ってしまう。なのでギュッと握るけど、ギュッと握ると振り抜けないからまた力抜くみたいな感じでですね、安定しないんですよね、奏法が。なのでまずはですね、ギュッと握っててもピックの方が負けてくれる、要は弦に対して負けてくれるですね、ミディアム以下のものがいいと思います。新ピックとかもある、要はめっちゃ薄いのもあるんですけど、それはやりすぎなんで、ミディアムでどんなに硬くてもヘビーぐらいでまずは練習してください。そしてこのパチンと弾ける感じね、パチンというこうやって弾ける感じが必要なんですよ。まず体として覚えるのが、そのパチンと弾けることが弦が一番鳴っている状態なわけですよね。で、こうやって擦ってこうやってこういう風に柔らかく、弾いたとします。で、力抜けなんて言ったりしますけど、まず力抜いてしまうとですね、まず初心者の場合、早弾きができない人の場合はですね、例えばアコギで弾くとこのぐらい鳴ってない状態になるんですね。しっかりとアコギで考えればわかると思うんですけど、ボディを鳴らそうと思うとしっかりとしたピッキングが必要になります。なのでエレキギターしか弾けない人にならないためにも、しっかりと弦が弾ける感じを覚えてほしいんですね。で、覚えてしまったらこれは後から変更を聞きますから、でも最初はその感覚がわからないと意味がない。いいピッキングっていうのは一回覚えないといけないんですよ。なのでミディアムピックでですね、しっかりと弦が弾ける、弦がしっかりと鳴るという感覚を身につけるために、しかも右手に苦労させないことが大事なんですよ。で、いろいろ力感をね変えたりしないで弾けることが大事なので、とりあえず握って叩けば弦が鳴るという状況を覚えていただきたい。ここすごい大事なんです。ここはね、いろんなことやっちゃうんですよ。いろんなピック買ってきて、自分の弾きやすいピックというのを探したりするんですけど、それはね、下手なあなたでも弾けるものってことになってしまうんですよ。だからここには成長がなくなるんですよね。なので、ぜひですね、最初はミディアムピックで、おにぎりとか普通のティアドロップでいいので、ぜひですね、やってみていただきたいなと思います。はい。はい、というわけでですね、二つ目は練習方法なんですけど、まあ大体日本人っていうのは非常に神経質で、非常に真面目な方が多いわけですよ。なのでですね、まあ練習なんかしていると、こうなんかね、ああもうなんかうまく弾ける。だからよりですよ、センシティブというか、よりタッチが出る、より抜けるね、そういう言葉大好きですよね、皆さんね。そういう機材ばっかり手に入れてですね、よりセンシティブに自分のギターをしててですね、ちょっと触ったら音が出るぐらいの、もう厳しいセッティングにしてですね、で弾けなきゃいけないと思ってたりするわけですよ。これね、大間違いです。例えば子供がね、乗る自転車にもね、補助輪っていうのがあったりするじゃないですか。まずはですね、優しく自分を守るところから始めなければ、どんどんやる気がなくなるわけですよ。子供だってこけてこけまくると、やる気がなくなりますよね。もう怪我したくないと思うのは普通のことなんですよ。なので、バキバキに沈ませましょう。バキバキに。はい。なんだったらですね、ディレイとかもかけて、ね、全
然間違えてもわからないっていう状況にしてください。本当に、これ本当に、それで、俺弾けてるじゃんと思うことが大事なんです。それがですね、まあ結局自分にとっては甘すぎるとかみんな感じるかもしれませんけど、一回忘れてください。それで、それこそですね、世界中のテクニックを皆さんが網羅したんだったら、もうセンシティブバリバリのですね、音色にしてください。でも、まだ、いろんなフレーズ全然知らないですよね。だからこそ、その時点ではすごく優しくていいよってことなんです。ほら、弾けたように聞こえるでしょ？もしかしたら弾けてないかもしれないじゃないですか。僕もね、今のね、いきなり弾いたから。わかりません。その事実はわかりません。でも、弾けてる感じになる。ここがめちゃくちゃ大事。だって、毎日会社から帰ってきたりして、ギター持って弾けなかったら面白くもなんともないでしょ？だから、ぜひ、ぜひ、まずね、何もわからないぐらい歪ませてください。絶対楽しいと思います。楽しい。楽しいから明日もやりたい。これが非常に大事だと思いますね。はい。それではですね、三つ目は、世の中の情報を遮断してほしいということですね。なぜかというと、遮断っていうと、まぁちょっと結構怖い感じに聞こえるかもしれませんけど、まぁ単純な話ですね。皆さん、やっぱ好きなアーティストの、まぁ情報がバンバン入ってきますよね。で、やっぱり好きなアーティスト、好きなギタリストっていうのはですね、例えば K1 で言えば、トップファイターなわけですよ。で、例えば、空手で言えば、黒帯、白帯ぐらいの差があるわけですね。ということになると、やはり、その、トップファイターの情報というのは非常に有意義で楽しいものだったり、勇気をくれたりするとは思うんですけど、実際実力ということではかなりの雲泥差があるわけですよ。で、大体聞いてるとですね、自分の好きなアーティストのあのフレーズが聞けません。っていうことでお悩みの方が多いんですよ。当たり前じゃないですか。それは無理なんじゃないですかね。で、モノマネだけでもいいからやりたいって言ってもですね、楽器も違えば能力も違って、なかなか近づくことは、簡単にはいかないと分かっててほしい。その代わり、基礎練習とかしっかりとスキルを上げていけば、ちゃんと届く時もあります。しかもですね、例えばアーティストによっては、誰でも演奏ができるとか、誰でも真似できて、誰でも楽しめることを前提として曲を書いてらっしゃる方も結構いるんですよ。そういう方から始めてるといいんですけど、例えばギタリストで言えばイングベとか、なんでしょうね。素晴らしい、すごいギタリストたちいっぱいいますよね。そういう人が好きっていう人たちはですね、大体この落とし穴にはまって、結局何も1ミリも伸びないっていうことになりがちなんですよ。なんで、あまりですね、すぐできるもんだと思わずに、まず、特にトップファイターのですね、演奏に関しては、一回ちょっと忘れてもらって、いつかやれるようになろうと思いながら、しっかりと基礎練習、要は指が動かないと話にならないし、ピックで弾けるようにならないとですね、役に立たないというわけでですね、その情報は一回ちょっと置いといて、基礎練習からきっちりやってみることをお勧めします。そしてですね、この40歳からの早弾き2021を見終わった頃には、しっかりと早弾きができるようになってると思いますんで、ぜひですね、今はちょっとここにハマってですね、練習していただけたら、いい結果が得られるんじゃないかなと思います。はい、今日もありがとうございました。40歳からの早弾き2021、ね、第1回目は練習の前提を知る、ね、早弾きをするためには何が必要かっていうところを話しました。今日はね、具体的な練習方法はありませんでしたけど、ここの部分が一番大事なんです。ここの部分が一番大事なんですよ。ここをね、忘れないでほしいんですけど、はっきり言って、皆さんすぐ演奏してほしいとか、すぐパターンを教えてほしいって言うんですけど、パターンも演奏動画もですね、世の中に山ほどあるでしょ。しかも、なんだったらそのアーティストの CD なんかいくらでも公開されてるし、YouTube ではスロー再生だっていくらでもできるんですよ。でもできないに気づいてほしい。なので、前提が必要なんです。練習するための前提がそもそも間違っている。皆さんは靴を履かないで走っているとか。
ね、ちゃんとしたフォームになってないとか、練習するならこういう風にしなければうまくならないよという前提を知るべきなんですよ。だから説明してるんです。レッスン動画でいくら人の演奏を見ても一緒なんです。そんなのアーティストの動画見ればいいんだからね、それを見てもわからないんだから説明するんです。そこがわかってほしいね。はい、というわけで今日は前提を話しました。この動画が一番大事だと思います。なんだったら今までやってきたことをもう一回見直してもらったらもうそれだけで早くなるかもしれない。というわけでですね、1回目は練習の前提を話しました。というわけでこの動画が参考になりましたらチャンネル登録、コメント、高評価どうぞよろしくお願いします。それでは第2回目でお会いしましょう。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。